中学の1年ぐらいの時ですか、僕は、実は今はバンドをやってるんですけども、その頃は漫画家になりたかったんですね。それで、友達と2人でずっとこう漫画を描いてたんですよ。その頃ちょうど、YMO がデビューしてこう世の中に出てきた頃だったんですよ。それでそれをテレビで見て、その揃いの赤い人民服を着たりとかね、歌詞なんかも今までだった、今までの通常のロックだったら、おーベイビー燃えて今夜は過ごそうぜオールナイトイエーみたいなね、うん、その頃やっぱりそうだもんな、バンドっていうとなんかこう、うん、もっと熱いロック乗るなんかストリート革ジャンみたいなね、そういう雰囲気があった中で、なんか全然違ったエキゾチックなものをね、こう取り入れた YMO も見た時に、あっと思って、なるほど、ロックバンドっていうのもこんな面白い表現の仕方があるのかと思ってね、それでなんと僕はペンと紙をポンと捨ててしまってですね、その友達と一緒にバンドを始めてしまったんですね。一漫画家を目指す少年のペンと紙を奪うぐらいのすごい新しい、衝撃っていうものが YMO にはあったんですよね。思うにイエローマジックオーケストラというのは、日本のロック界においてその膠着したね、こう状態を打破した、ロック界のコロンブスの卵だったんじゃないかと思います。当時僕は高校3年生か大学に入ったぐらいの頃だったと思うんですけども、音楽のシーンの風潮としてはそれまでにあったものを一回解体して、もう一回新たな組み直しをしようという運動が盛んな頃でした。 YMO との特別な関わりを述べろというふうによく言われるんですが、僕が一番興味を持ったのはやっぱりその解体の作業なんですね。解体再構築の作業、それから YMO の中で意外に語られないことで僕がすごく非常に注目していた点はですね、やっぱり松竹秀喜さんの存在だと思うんですね。でいかんせん音楽業界の中には音楽のファッションについて理解できる優れた方がいっぱいいらっしゃるんですが、それとテクノロジーをつなげて語れる人がなかなかいないで、どうしてもやっぱり見た目目立つことをやってる人に目が行きがちなんですよ。なんですがこの当時の音楽のその制作レベルでどのぐらいのことができるかっていう実験的な要素も含めて、それを本当に真剣にやったのは多分松竹さんなんではないかな。じゃあその辺のなんか松竹さんの頑張りみたいなものがやっぱり YMO の音楽の、そう、日本人の好きな、なんですかね、ある種のありがたみっていうんですかね、よくできてるなっていうありがたみみたいな。これはとても勝手な言い方なんですが、 YMO って言った時にもう全然他のものとか他人っていうような気がしなくて、僕の気持ちというのは自分もなんか、おこがましいけども一部だったみたいな気がありまして、まあ実際に僕はスネークマンショーで、増殖のアルバムで、参加したし、それから YMO の、アメリカでシングルをリリースした、日本でもシングルになりましたけども、タイトルナップっていうのがあったんですが、あれのボーカルが僕だったんで、その頃はよく僕は自分で冗談で俺が4人目の YMO だなんてことを言ったりしてました。日本の歴史の中で日本っていうのはサルマネみたいなのがずっと続いてて、今でも僕は続いてると思うんですが、80年代にあの3人が出会ったことによって、日本独自の例えばビートルズとか例えばローリングストーンズみたいなものができたんだなっていう、一つの花が咲いてパッと消えてった時代だったなっていうのを僕は思うんですけども、こうやって僕の解釈でいくと YMO はの中ではロック、いわゆるロックンロールイズデッド、ロックは死んだんだっていうところからスタートしたグループではなかったかなっていう、彼らがそういうようなテーマを投げかけてた、そういう通信なり信号をみんなに送ってたんじゃないかなっていう気が僕は今振り返ってするんですけど、そうですね、一言で言うと夢だったで、いろんな意味が込められた夢だった。
器として言葉で物を伝達するには現実があまりに複雑になってしまうことがある。伝説がそれを新しい形に作り直し世界に送り届ける。
Thank you.
Thank you.
Please welcome our special guest on drums from England, David Palmer. Thank you.
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 僕はこの話を誰にもしてやらないことに決めた。来年の次の年の、また次の年になったら、僕だってもうすっかり忘れているんだ。